ビッグベンド国立公園の一ビッグベンド国立公園は、米国テキサス州にある国立公園である。1600キロメートル以上にわたってリオグランデ川がメキシコと米国の国境となっている。ビッグベンド国立公園は、その国境のおよそ4分の一を管理している。ビッグベンド国立公園は、米国のチワワ砂漠の地形と生態系の最大の保護地域として、 国家的な重要性を持つ。公園の面積は3242平方キロメートルである。この公園の地質学及び古生物学的資源の保護と研究の価値を上回る地域は数少ない。白亜紀と第三期の多種多量の生物の化石が存在する。考古学者は9000年前のものと見られる人工物を発見し、歴史的価値のある建物と風景が 国境沿いで生命について生き生きと説明する。リオグランデ川が国境となっているため、公園の規則、規制、規定を施行する際、公園当局は通常にはない制約に直面する。公園当局には最も深い川の通路の中心までしか管轄権が及ばない。川の残りはメキシコの領土である。サンタイレナ共国から姿を表すリオグランデ川。 共国の左はメキシコ、右は米国である。南の境界はメキシコのチワワ州、コアウイラ州、そしてマドラスデルカルメントサンタエレナ渓谷として知られる地区によって構成される植物省と動物省のために新たに保護された地域にある。公園は劇的な対象を見せる。気候はそうした対象の極端なものの一つとして特徴づけられるかもしれない。 乾燥した暑い晩春から夏の日には標高の低い場所ではしばしば気温が摂氏38度を超える。冬は通常は公園のどこでも穏やかであるが時々氷点下に近い気温となる。川沿いはおよそ550メートル、基礎ス山脈は2400メートルと高度にばらつきがあるため湿度と気温も公園の場所によってばらつきがある。こうしたばらつきにより 植物と動物の生息地における例外的な多様性がもたらされている。チソスオ多くのような公園で見られるいくつかの種は、米国の他の地域では見られない。チソス山脈の最高地点はエモリーだけである。ビッグベンド国立公園にあるパイン渓谷国滝公園の南の境界となる1 9 0キロメートルの川には、見応えのあるサンタイレマリスカル、ボキラスの峡谷がある。 シワワ砂漠のこの部分を曲がりくねって流れるリオグランデ川は、主として、石灰岩からなる三つの流域を貫き、ほぼ垂直な壁を持つ深い谷を削り出している。広々した砂漠地域の至るところにある、極めて肥沃なリオグランデ川の流域には、無数の植物、動物種が住み、重要な文化資源がある。植物体が小川や枯れたに沿いに砂漠の中へ伸びている。 公園内の文化資源は1万500年前のパレオインディアン期からチソス族、メスカレロ族、コマンチ族のようなアメリカ州の先住民族の集団によって代表される歴史に残っている時代まで様々である。より最近ではスペイン人、メキシコ人、アングロサクソン系米国人入植者がこの地で農業、牧畜、工業を営んだ。戦士時代を通じて人類は 公園の至るところに住処を見出し、広々した野営地を維持した。考古学上の記録は、古希の砂漠文化の住人が、事実上数千年間変わらずに残った、遊牧民的な狩猟採集の生活様式を発展させたことを明らかにしている。歴史的な価値のある文化の風景は、様々な生存のための土地の利用あるいは商業的な土地の利用が中心となっている。 下半の環境は、生活及び、灌漑農業のために用いられた。交通網、灌漑用施設、簡易な住居と付属建築物、川岸に沿って並ぶ、平らにされ、棚状にされた農地が、これらの風景を特徴づけている。1535年以前はいくつかのインディアンの集団がビッグベンドに住んでいたと記録されている。 チソスインディアンは緩やかに組織化された遊牧民的な狩料採集者の集団でおそらく季節によって限定的な農業を営むに過ぎなかったであろう。チソスインディアンの起源は知られていない。言語学的にはチワー州北部及びコアウイラ州北西部のコンチョスインディアンと関連がある。彼らの言語集団はユトアステカ語族の言語の一種を話す。 ユトアステカ語族の和社は中央メキシコから米国のグレートベースンにまで広がっている。フマノ族はテキサス州西部とニューメキシコ州南東部の至るところを旅し交易した遊牧民の集団であったが、いくつかの歴史上の記録は彼らがチソスインディアンの敵であったことを示唆している。18世紀の初めの頃にはメスカレロアパッチ族が ビッグベンド地域に侵入し始め、チッソスインディアンにとって変わった。ビッグベンド地域を利用した最後のインディアンの集団は、コマンチェ族で、彼らは、メキシコ内陸部を周期的に襲い、その行き帰りにグレートコマンチェ歩道沿いに公園を通過した。この襲撃は、19世紀半ばまで続いた。歴史時代はおよそ1535年頃。 最初のスペイン人による北米のこの地域への探検と共に始まった。アルバル・ヌニエス・カベサデ・バカの探検隊はビッグベンドの近くを通過し、他の探検隊も金銀、農地、牧場地、インディアンの奴隷を求めてこれを追った。メキシコの北部国境を守ろうと一連のプレシュディオ、すなわち要塞が1700年代後半、リオグランデガー沿いに建設された。 サン・ビンセンテ要塞は今日のコアウイラ州産、ビセンテの近くに建設され、サン・カルロス要塞は今日のチワワ州のマニエル・ベネビデスの近くに建設された。しかしながら財政の急防とメキシコへのインディアンの侵入を効果的に食い止めることができなかったため、これらの要塞は間もなく放棄された。ウィンドウ要塞群の放棄に続くビッグベンドのメキシコによる占領に関する研究は、 ほとんど行われていない。1805年、アルタレスと呼ばれたメキシコ人の入植地がリオグランデ川の南5 0キロメートルに存在した。19世紀後半、テキサス州の脱退の後、アングロサクソン系米国人が移住を始めた時、メキシコ人の家族がこの地域に住んでいた。米国戦争は1848年に終結したが、戦争に伴い軍の調査が ビッグベンドの地図のない土地について行われた。軍事要塞と全哨基地が移り住んできた入植者をインディアンから守るためにテキサス州西部の至るところに設置された。1880年頃、牧場労働者はビッグベンドへの移住を開始し、1900年までには羊、ヤギ、牛の牧場が風景の大半を占めるようになった。しかし、 傷つきやすい砂漠の環境は、間もなく下放木となった。シエラ・デル・カルウェン山脈、公園の南境界の石灰岩の隆起20世紀、はじめ、貴重な交渉が発見され、鉱山で働いたり、工作、鉱山や精錬所で使用される木材の伐採によって、鉱山を支える入植者が増えた。複数の村落が、鉱山周辺に出現した。 ゴキラスト・テルリングアの発展は、鉱山事業の直接の結果である。この期間に、リオグランデ川の氾濫源には、農民が定住した。発達した定住地としては、テルリングア・バホ、サンビセンテ、ラコヨタ、カストロンの名が挙げられる。これらは通常同じ地域に住んで農業を営む、家族の集まり以上のものではなく、土地が彼らを養える範囲でしか、うまくいかなかった。 1930年代においてビッグベンド地方を愛する多くの人々はそれを将来の世代のために保護する価値がある類のない対象と美を備えた土地であると考えていた。1933年テキサス州はテキサス峡国軍州立公園を設立する法律を制定した。その年の後半、公園はビッグベンド州立公園に変更された。 1935年、米国議会は国立公園のための土地の収容を可能とする法律を制定した。テキサス州は収容した土地を連邦政府に譲渡した。そして、1944年6月12日、ビッグベンド国立公園が設立された。公園は1944年7月1日、観光客に開放された。 青のブルーボネットと入り混じるピンクのブルーボネット、環境の厳しさを考えれば、ビッグベンドには驚くほど、多種多様な植物種、動物種が存在する。そこには、1200以上の植物種、600以上の動物種、約3600の昆虫種が存在する。生命の多様性は、種として乾燥した暑い砂漠から、涼しい山々、肥沃な川の流域まで多様性に富んだ。 生態系と標高の変化によるものである。ほとんどの動物は日中、特に砂漠では見ることはない。公園は多くの動物が餌を探し回る夜に活気づく。全体でわずか24頭のピューマしかいないにも、かかわらず年間およそ150回ピューマの目撃が報告されている。山ではアメリカグマも見られる。様々なサボテンその他の植物が、 ビッグベンド地方に多くの彩りを添える。春には野の花が満開となり、ユッカの花が鮮やかな色を見せる。ビッグベンドではブルーボネットがよく見られ、時々道端で白とピンクのブルーボネットが見受けられる。中央アメリカの種であるフサボウシハイトリが最初に米国で記録されたのは1991年11月のこの場所であった。 コリマアメリカムシクイの繁殖地域に含まれる米国で唯一の地域があるため、鳥打ちも公園に集まる。ビッグベンド国立公園はアラスカを除く米国本土48州の中で最も大きく、偏僻な場所にあり、訪れる人が少ない国立公園の一つである。近年においては、毎年30万から35万人の観光客が公園を訪れる。 公園の主要な呼び物は、ハイキングとトレッキング用の道である。とりわけ有名なものは、砂漠の中の岩を見に行く、チムニー歩道、リオグランデ川への行き帰りの途中に、景色の良い峡谷を通り過ぎる、環状歩道であるマルホベガ歩道、チソス盆地から始まり、鉱山に登り、ドットソン歩道沿いに、砂漠へ下り、それから、チソス盆地に戻る30マイルの環状歩道である、チソスの、 アウターマウンテン環状歩道である。その他の有名な場所としては、サンタイレナ峡国とミュールイヤーズ、すなわち砂漠の真ん中にある日本の堂々とした岩の塔がある。ありがとうございます。